はい、皆さんこんにちは、渡辺グリフジです。信長の野望創造戦国立志伝ですね。今回は新シナリオをプレイしていきたいと思います。ツイッターの方でですね、ちょっと以前から皆さんにお知らせしていたところも少なからずあるんですけども、まあ、弱小勢力、まあ、難関大名でプレイをしていくっていうのをですね、まあ、ちょっと今回はやっていきたいなと思ってまして、ズバリですね、今回選ぶのが1551年、家督相続のシナリオの中からこちらのですね、山内上杉家、こちらでプレイしていきたいと思います。まあ、今ちょうど山内上杉家の、まあ、勢力の、ね、数値が出ていると思います。まあ、主義は保守、武家は1、拠点1、そしてなんと驚きの武将1と、まあ、大名が武将1を数えているので、まあ、実質大名のみというこの山内上杉家でですね、まあ、なんとか生き残りをかけたプレイをですね、やっていければいいかなと思っています。もしかしたら1話で終わるかもしれない、2話で終わるかもしれない、まあ、ちょっとそういうネタプレイになってしまう可能性も、少なからずあるんですが、皆さんにいろいろですね、アドバイスいただきながらしっかり頑張っていければいいかなというふうに思っています。設定の方はですね、いつも通りですね、長級の設定で、シナリオ設定はいつも通りになっています。ではプレイの方を始めていきましょう。まあ、ちょうどこの山内上杉家で生き残りをかけた戦いと言いつつもですね、武将は一人しかいないので、まずはですね、まあ、早速というところにはなるんですけども、外交ですよね。まずは外交でどこに対して外交をするか、どうしようかな。今はちょうど長尾家、まあ後にですね、この上杉家の家督自体をこの長尾家に譲って、この長尾家にいる、まあ今はですね、おそらくちょうど今長尾影虎と出てますが、これ後の上杉謙信のことですよね。この謙信に関東管領の職とこの上杉家の家督を譲るわけ、移譲するわけなんですが、今ここに対しては同盟が60ヶ月、まあ、つまり5年ですね、あるという状況ですね。で、あとは長野家に対しても残り60ヶ月か。となると当面の敵どこになるかというと、一番怖いのが武田、北条、この辺りになってきますよね。で、北条と武田と結んでいる間に、まあ、この辺りのね、沼田家、さらには上田長尾家、ただな、上田長尾家はどうなんだろう、もしかしたら謙信と結んでるかもしれないよね。ちょっとその辺りは確認しましょう。長尾家に関しては大丈夫ですね。長尾、上の長野家との長尾家との同盟はないですね。で、となると沼田家あたりを攻めるのがいいのかな。見えてきましたね。まずは沼田家を攻めましょう。で、そのためには少なくとも外交交渉で、どうしようかな。贈り物とか贈りたいけどないんだよね。ないよね。となると取引で家宝を買いましょう。いやー、ただでさえ金ないのにな。で、外交贈り物で長尾家あたりに一気にこの贈り物を贈り、さらにやれることをやっていきましょう。まずは内政をやっていかないと話にならないのでやっていきましょう。ここに何があるかというと、ここには名所があるのか。ここにはおそらく水脈がありそうですよね。で、ここには倉賀野衆というのがいると。なるほど、見えてきましたね。では、まずは
この名称を押さえに行きましょう。まあ、労力が足りない以前に武将がいないですからね。贈り物を送って、何受け取ってはおこう、だが思う通りにはならぬぞって、なんか送り損な感じになりましたけど、出兵するにあたってはどうしても必要になるからな。ちなみに今軍議出陣をすると、いやー落とせる気がしないな。沼田城兵数が2000っていうことはないですよね。出陣します。沼田城の兵数が1000か。これ仮に決定をして、出陣します。援軍の要請ができないもんね。やめましょう。出陣したもののすぐに城にこもりましょう。これ北条に攻められたらひとたまりもないな。まあ、武田に関してはまだこの長野家がいてくれる分ワンクッションありますけど、北条に関しては直ですね。いやー困ったな。進出先にしたのはいいものの、進出が終わるまで何もできない。ご命令を。先月の収支です。ちょっと北条とも吉見を通じておきましょう。自らこれ何にもできないね。本当に武将を登用しないとどうにもならないですね。いや武将1っていうのは厳しいな。出るとするか。出陣するぞ。ちょっと待ってくれ。何かが起きているぞ。何かが起きている。これはどこに向かうんだ。武田家は、そして北条も兵を動かしている。どういうことだろう。やめてくれ。うわ北条が攻めてるね。どこ攻めてんのかっていうと、大田家を攻めてるでいいのかな。大田城、岩槻城か、岩槻城の大田家を攻めてる。この大田家が血祭りに上がった後は間違いなくこの山内上杉家に来るな。出陣します。表情を始めます。一刻も早く北条と吉見を通じましょう。というわけで取引確保、4000出して買いましょう。で外交で工作、いや先に贈り物で一気にあげましょう。いやーさらに朝廷工作もしておいた方がいいな。これはオーダー城なんてもう一瞬でひねり潰されそうな感じだもんな。出るぞ。でここは大内義隆の話ですね。雨子攻めをした戦いで敗れてしまい、まあ、その後は遊興にふけったという大内義隆ですね。まあ、この辺りはね何度か皆さんにもお見せしている部分にはなりますので、さらっと流していきましょう。もう皆さんご存知の通り、この後中国の地方の方では毛利が台頭していくわけなんですが、それはねもう少し先の話になりそうかなというところですね。ごめんよ。先月の収支です。報告いたします。さあさあまだ何もなしていないですが、工作工作。他はもう何もすることがない。援軍は要請できるようにはなってるよね。こんだけあれば。今長野家と長尾家に対しては60ずつ信用がありますね。いやー長野家はアグレッシブなことするね。いくらなんでも北条に対して喧嘩を売るとはな。
かかれ。出陣します。我が策、戦場を制す。表情を始めます。先月の終始です。まだ同盟は結べる段階にはないですよね。表情を始めます。先月の終始です。まあ、一番心配なのが、なんといっても北条とどう付き合っていくかですが、まだせっかく信用60まで貯めたものを使って、同盟をね結んでなくしちゃうよりかは24ヶ月結んだ方がいいと思うので、ちょっとここは我慢しましょう。我慢して2年間の同盟が結べるような状態になるまで我慢しましょう。で、それを一刻も早くしないと本当にまずいことになるので、家宝が買えない、商人来てない、家宝を送ってね一気にいい信頼度を上げたいところなんですが、今ちょっと家宝がなかったのでこのまま我慢しましょう。いざ参ろう。大竹が滅ぼされたね。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。ご用を受けたまわります。家宝がない。うわー、神月家も滅びたか。武田が順調に勢力を伸長させてますね。先月の終始です。報告いたします。御用を受けたまわります。家宝を買って早く北条と結びたいな。よし、これで北条と同盟が結びます。今24ヶ月の同盟が結べるようになりましたよとアナウンスが出ましたよね。ですので、この段階で早速ですが、交渉で同盟を結びましょう。で、古川足利家とも同盟を結べるのか。まあ就航状態にあるので、これはこのままにしておきましょう。でですよ、こっからですが、出陣して沼田城を取りに行くとなるとどうなるかっていうのをちょっと見てみますか。我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。出陣します。で、援軍の要請で、そうだな、やっぱりここは長尾家ですね、謙信に援軍を要請しましょう。これでまず一つ城を取ることができれば、少し光明が差すんじゃないかな。出陣します。で、下手に攻め込むと兵数を失うので、ちょっと謙信の軍勢が来るまで待機しましょう。出陣するぞ。ご命令を。先月の来てくれないのかな、謙信の軍勢は。上杉則政の統率武勇知略ですが、33、34、32、絶望的な数値だな。そしたら長野家からも出兵を依頼しましょう。長野家にもかな。出るぞ。必ずや勝つ。参ります。1600、2800、これは
自分が最初に取り付けば城が取れるかもしれないな。続きなさい。ご命令を報告いたします。先月の収支です。まあ今見ていただいたように、範政自身の能力は悲しいほどに絶望的なものがありますからね。さあ、とはいえですよ、敵の兵数はだいぶ減ってるし、このまま沼田城を落とせば2つの城を領有する大名へとなることができますからね。上杉謙信ではなく、この範政が上杉家の正当なる後継者ですからね、頑張っていきましょう。ここで沼田城を落とせば武将の数がまず補充できるはずですからね。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。非常にありがたい。では騎乗しましょう。とはいえ武将がねいないですからね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ご用を承ります。買っておきましょう。家宝はね、もう常にストックを持っておかないと不安しかない。で、外交で、工作で。いやー、北条に工作仕掛けてるとなると、他が工作ができないんだな。で、建設とかも一切できないと。なかなか厳しいな。沼田家の武将たちを登用していきましょう。まずはこの3人をなんとか取り込むことができれば。2人登用できたかな。で、ちょっと待って。これは、何武田が長野を攻める？ちょっとこれはまずいよ。これはまずい。ちょっと大至急。お、姫にしましょう。姫にして婚姻同盟を結ばないと。北条とは婚姻同盟を結びましょう。まあ、史実だとね、北条に追われる形で、この山内、上杉が実質滅んでいくんですけど、ここはね、もう、生き残りをかけるためにも北条とは結びましょう。で、もう一つやっぱりね、武田とは結んでおかないとまずい。どう考えてもまずいです。なので武田にも得意のあれですよ、あれ、贈り物外交をしましょう。わあ、この時の謙信まだ武田晴信ですね。すげえかっこいいな。まあそのかっこよさに見とれている場合ではないというのもあるので、せこせこと内政もやりましょう。で、配属で移動で一人武将を配置しましょう。あっちに、ちょっと待ってね、工作が終わるまでは待った方がいいですね。で、あと落とせそうなところで言うと、どうだろう、この唐沢山城を守っている佐野家、こことかをね攻め落とすっていうのもありだよね。長野家が頑張ってくれればねいいんだけど、長野家に関して言うと謙信、まあ今の長尾家が援軍出さないとかなり難しいよな。表情を始めます。先月の収支です。では配属移動させましょう。一人、どっちを、範影、長尾範影君を、工作が中心になるのはダメだ。なので、違う人を派遣して、で、
その間に配下に拠点を与えると言いつつ、最初にやらなきゃいけないのが豊作で、武田に関してはまだ早いか。となれば、出兵していきましょう。出陣できる拠点がない。どういうことだ。ここは攻められないのか。なるほど。北条に従属してるのか、佐野家は。ゆえに攻められないと。やっぱ古川足利家かな。そうなると攻めるとなると。祇園城と古川御所。それ以外はもう話にならないですよね。今川攻めるわけにいかない。北条、武田、長尾。この辺りなんて話にならないですよね。となると、やっぱり、この古川御所を持つ、長尾足利家。ここを攻めましょう。古川足利家ですね。ごめんなさい。古川足利家。出陣ができないとなると、できないんだよね。で、ここが出陣できない理由は何？ここは攻められそうだけどね。でもな、今、この北条、武田、上杉と囲まれている中、どうなんだろう、長野と、長野に、なんていうのかな、さっき、沼田城攻略手伝ってもらったけど、同盟破棄して、ここを攻め取るぐらいしか思いつくことないな。ちょっと出兵だけしときましょう。出陣します。何時何が起きてもいいように。お、なんとか退けたか。やるな。長野家やるね。謙信はじめ、信玄、今の晴信はじめ、戻ります。退けましたね一度。いや、そんなことないか。いつでもこの長野家を滅ぼせるように、やはり出陣はしておきましょう。表情を始めます。先月の収支です。沼田に沼田城を任せましょう。もともとね、沼田さんのものでしたからね。よし、そうなるといよいよもって長野家が滅びるので、長野家が滅びたタイミングで、ご命令を報告いたします。報告いたします。この辺りはちょっと汚い真似をしていかないとどうにもならないからな。破棄ができない。なぜだ。同盟を破棄したいんだけどな、今すぐにでも。我々は盟友であるとなっていて、破棄ができないわけだな。破棄ができない理由は、長野家が従属してるのかな。いや、そんなことないね。
ってことは長野家が滅びるとここに信玄がやってくるので、わあ信玄と何何何北条と長尾家に囲まれてもう精神するのは不可能ってことになりますね。そうなるとってなれば北進するわけなんですけど、北進できるところもないとなると今だとこの古川御所ぐらいか。ちょっと古川御所に出陣をかけてみますか。承知いたしました。北条から援軍を要請するっていうのが良さそうだね。一回城に戻りましょう。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。敵が我が領内に向かっております。何、ちょっと待って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 、しし平井に信玄の部隊が来ている。聞いてないよ、おかしいじゃん。さっきだってさ信玄に贈り物してさすごい喜んでたじゃん。あれは何、どういうこと。いやー北条氏康に頼んでまず停戦させてもらいましょう。停戦状態にしましょう。何してくれるんだよ本当に、びっくりするわ春信。いざ参ろう。出陣するぞ。出陣します。マジかと思いましたね。いや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 本当に急に軍を告げてきたという感じだな。先月の収支です。報告いたします。まず外交だな、工作で。なんで断絶になってんだよ。たくもう。となれば、一刻も早く、贈り物を送って、いつでも停戦に応じてもらえるように、しましょう。で、さらにその上で、取引で、家宝がない。家宝を買っておかないとまずいですね。いやー婚姻同盟早く結びたいな。どうなるんだろう。今武田が攻めてくるっていうのはちょっと考えたくないな。一刻も早くあの姫を報告いたします。先月の収支です。北条に送り込みましょうと同時に、鉄が足りないか。ちょっと鉄を買いましょう。何がしたいかっていうと城を少しでも強くしておかないと溶かされますね縄文が。あとは周辺勢力に怪獣政策をしておきましょう。いざっていう時にね、一緒に戦ってもらえるように。我が策、戦場を制す。ご命令を報告いたします。先月の収支です。ご用を承ります。家宝がない。家宝がこれほど恋しく思ったことは未だかつてないな。今川は当然同盟国の武田の敵となった当家に対していい思いはないよね。いやーこれはやっぱり長尾家謙信に頼るしかないな。ちょっと本当に戦略を
こう見出せないでいますけど。表情を始めます。報告いたします。沼田さんに任せたところに軍団を編成しって言ってるけど、先月の収支です。報告いたします。どこを攻めようって言ってるの。いや宇都宮家なんて絶対攻められないよ、うちの勢力じゃ。どうしようかな。もうそろそろ武田との停戦が切れますよね。ご命令を。先月の収支です。さてさて困ったな。北条に対しては信用が74、同盟の残り期間が11ヶ月か。長野家に関しては残り36ヶ月、つまりあと3年。長尾家に関しても同じく3年で、武田とは残り1ヶ月だな、停戦が。ご用を受けたまわります。とりあえず家宝を買う金もないか。いやー積んだなこれは本当に。どうしようかな。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。外交工作、武田と同盟を結びたい。プゴーンっていうホラガイの音聞こえないだろうな。もうやめてくれよ。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。まずは北条との同盟を不動のものにしたいので、婚姻同盟を結ぶためにも北条家に、我が姫を送り込みたい。まずここからですね。ご用を受けたまわります。10等級の贈り物を買い、早速これを贈りましょう信玄に。プボーンっていうのやめてよ。武田家から当家の贈り物に対しての返答がある。わしの好みを調べおったが、不気味であり嬉しくもあるな。どういうことだ。やめてくれよ本当に。武田の信用が54のまま変わらずか、贈り物に感謝はしている。これで攻めてくるからねこいつら本当に。油断ならないですよね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。もう一人ぐらい姫が欲しいな。いや人口も増えないし本当に厳しい戦いになりそうですねこれは。ただこれで北条との婚姻同盟が結べる状態におそらくなったはず。ご命令を。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。なのでまずはそれをやってしまいましょう。99か、まだ99。なるほど、姫がもう一人欲しいな。長尾家とも婚姻同盟を結んでおきたい。謙信は早々にやっぱりね、精神して上洛を目指してほしいですよね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。そうすればね、こっちの方にうだうだしてくることもなくなるんで。今信玄に攻められたらひとたまりもない。では婚姻運動を。おお、誰かいる？姫いるじゃん。いるいる、北条氏康の
娘ちゃんがいるじゃない、もらいましょうよ。で謙信のところに、まあ、謙信はね生涯独身だったんですが、謙信のところに我が娘を送りましょう。いやーなんか見えてきたな、全然見えてきましたよ。いや氏康の実の娘をこの当家に迎え入れることができるとは。よし、宴席として共に歩もうではないかと。いや非常にありがたいですねこれは。よし、武田家に対しても24ヶ月の同盟が結べるようになったということになりましたので、武田に対しても同盟を先月の収支です報告いたします。ご覧いただいている方には本当に申し訳ないぐらいヘタレなプレイになってますけども、ちょっとねご容赦いただきながらなんとかなんとか生き残りの道を探っていきましょう。よし、これで、謙信、北条、ご命令を、信玄っていう三大国、囲まれてる三大国に対しては先月の収支です報告いたします。同盟を結ぶことができたので、よし、ここからいよいよ出兵していきましょう。囲まれてるだけで何もできないでいると本当に何て言うんだろう、何もできないまま終わってしまうという可能性もあるので、まずこの古川御所を見せましょう。我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。大きい出陣します。援軍の要請をバシバシしていきます。古川御所に対して援軍、さらに援軍、古川御所は攻めてくれないかとなれば、古川御所を攻めてくれる他はいるかというと、北条だけだね援軍で来てくれるのは。ちょっと北条の援軍が来てくれるかどうか見極めましょう。出陣する、出るとするか。北条の援軍は表情を始めましょう。先月の終始です。北条の援軍なくしてこの戦に勝ち目はないからな。今謙信との信用は89、あと11ですね。謙信とも婚姻同盟を結んでおきたいので、あと11か。北条は兵を出してこない。ちょっと様子を入ります。待機せよ。ご命令を。先月の収支です報告いたす。北条は援軍は出してこないことが分かりましたね。口ではああ言いつつも援軍は出してこない。宴席を結んだにもかかわらずですね。ってことは長野家と同盟を破棄して、で同盟を破棄すると同時に攻めましょう。お見せしましょう。で援軍の要請をしていきましょう。美濃和城を攻めたいんだから、美濃和城に援軍を出してくれるところっていうと、美濃和城は誰も一緒には攻めてくれないかとなると、美濃和城を単独で攻めるのは難しいね。いやーちょっと見誤ったかな、これは。
出るとするか。我が領内に敵が迫っております。ここで改めて軍を制したいけどな。美濃和城には攻め込んでくれないよね誰も。お、信玄来てくれ。信玄に援軍を制して、信玄の兵が来てくれればどうにかなるはずだ。でしかも今長野成政を攻撃する形ができてる。出るぞ、必ずや勝つ。信玄の援軍が来ないね。日和抜か信玄も。表情を始めましょう。報告いたす。戻ります。ダメだな、一度撤退するしかない。いやー、まずこの長野家を攻略するのに偉い時間がかかりそうだな。表情を始めます。先月の収支です。ではまずは交渉で、長野家に89がまだいかないか。で古川足利家とか敵視をされてるわけだね。まずは箕輪城をなんとか攻略しないといけないな。出るとするか。我が領内に敵が迫っております。これは押し返せるだけの力ないぞ今。統計援軍を要請しましょう。平井城には誰も来てくれないか。となればしょうがないね。停戦だ。くそ、無駄なことしたな。ご命令を報告いたします。先月の収支です。潰してしまいたい、そんな感じなんですけどね。今の統計からするととてもとても戦えたもんじゃないっていう感じですが、ちょっとねこの先の振る舞い方も考えつつ、まず第1話無事に収録ができそうだできたということでですね、今回はここまでにして、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。